アップアド株式会社テクノロジーグループの津田潤と申します。自分はアップアドに、3つある、プロダクトのうちの、MAP っていうプロダクトの開発と保守に携わってるんですけれども、地図と CRM データを掛け合わせたアプリで、地図上に CRM データを落としてきて管理するっていうようなアプリになります。私大学時代英語の専攻をしてまして、結構周りの人からも言われるのが、全然違う分野に行ったのなんでみたいなの結構聞かれるんですけど、将来手に職つけておきたいなっていうのを思ったっていうのと、その時ちょうどこれから IT がどんどん来るよっていうのもやっぱあったんで、プログラミングって全然英語とつながりがないわけじゃなくて、英語を知ってた方がより処理のニュアンスに近い英単語を選び出せるっていうのもあるし、アメリカとかがやっぱもうすごいプログラミング発展してるんで、英語の文献を読めるっていうことは非常にアドバンテージというかメリット、英語やっててよかったことなのかなと思いました。前職は SES っていう業態の IT 企業で働いてまして、 SES はその会社に所属してるんですけど、別の企業に常駐してその企業のプロジェクトで働くっていうような業務形態で、アップアドを選んだのはやっぱりスタートアップでこれから上場っていうところを目指している企業なので、自分がここに入ればより成長できるっていうのがやっぱり一番決定打になりました。やっぱり自社プロダクトを作ってる方がよりそのプロダクトに対して親身になれるっていうか、もうこの機能めっちゃ使いやすいとか、本当に作ってくれてありがとうみたいな、そういうことを言っていただけるのが本当に嬉しくて、開発頑張れるっていうところやっぱ大きいので、はい、そこが一番のやりがいっていう感じですね。部署ごとでやってることは全然違うんですけど、お客様にいいプロダクト届けたいっていう気持ちは共通してて、他のチームとコミュニケーションを取ってる時もそこは一致してるので、そういう雰囲気はすごく感じますね。UI UX が本当に魅力的なプロダクトだと思ってて、自分もそこは本当に大好きで、 6UX Values っていう UI UX をこういう風に作りましょうっていう指針があって、今もまさにプロダクトはそういう風に作っていきましょうっていう形で作っていってるんですけど、やっぱりそういう指針があるおかげでどんどんこう UI 自体も洗練されていってるし、使いやすさ的な観点で言っても本当に使いやすくなっていってるっていうところで、自分でもちょっとデザインを学んだりしてみて、あ、デザイナーさんってこういうところに気をつけながらデザインしてるんだっていうところを理解した上で、なるべくデザインチームが提示していただいたデザイナーに近づけるようには、もう本当に細かいところまで気にして作ってます。開発サイクルが早いっていうところはすごく強みなのかなと思ってて、もう本当に純粋にアジャイルっていうわけでもなくて、逆に純粋にウォーターフォールっていうわけでもなくて、結構両方のいいとこ取りをしてて、今のチームに最適化されたような形で開発の進めてるってところはあって、で割とそこも、チーム内で決めるんですね。いろんなことを自分で考えて、ミーティング、他のチームとのミーティングも自分でセットしながら前に進めていかなきゃいけないっていう開発スタイルで、そういう働き方がしたいっていう人だったりとか、好きっていう人にとっては本当に成長できる環境なのかなと思ってます。エンジニアにとっては非常に働きやすい環境なのかなと思ってます。やっぱり開発に集中できるっていうところが一番大きいですね。コミュニケーションもチャットベースでやったりとか、必要だったらビデオチャットとかでコミュニケーションしたりとっていうところで全然賄えてるので、本当に遠い人だと北海道とかに住んでる方もいらっしゃいますし、ワーケーションで旅行先で仕事されるって方もいらっしゃいますね。私のアナザースカイはアイルランドです。大学の時に自分で勉強してたイエイツっていう作家がアイルランドにいて、その作家のゆかりの地を回るっていう旅行でした。アイルランドの持つ雰囲気が本当にいいなと思ってて、
いい意味で素朴なところが非常に自分は好きで。アイルランドでじゃあワーケーションできたらいいですね。あ、そうですねそれは確かに最高かもしれないですね。基本的にウェブアプリの開発をやってるので、ウェブアプリのことはなんとなく分かってきたんですけれども、例えば数学を使ったような技術開発だったりとか、アップワードも今後は AI の技術だったりをプロダクトに使っていこうっていうところもあるので、もう本当にそういうチャンスがあるんだったら携わってみたいっていうのは本当にありますね。自分で考えて進めていきたい、開発を進めていきたいっていう人にとっては本当にアップワードはすごく働きやすくていい環境だと思うので、新しいことにチャレンジしようっていうもう精神がもうチーム内だったりとかテック内にやっぱあるので、新しいことやりたい人にとってもすごく働きやすいし、チャレンジできる環境だと思います。